はい、どうも皆様こんばんは。ごきげんよう、ライデンです。イブやっていきましょう。ヒロインギャリーさんでいいんじゃないかというぐらいの、状態になっておりますが、怖い夢を見て、ね、お父さんお母さんの元に早く帰りたいねというような感じでストーリー進んでおります。はい、というわけでね、続けていきましょう。出発しましょう。これも害はなさそう。本当に害はないんか。こっちじゃ押せないね。ミルクパズル、ミルクパズル知ってる。あれだよね、宇宙飛行士とかの視点とかにもある、絵柄が描いてない、ただ形だけのパズルだよね。力技。おお、桜の花びら。これさ、桜じゃないのに多分日本人に見せたら9割の人は桜の花びらって言うと思う。桜なんて一言も書いてないのに面白いバイアスだ。なんだここ。あ、はーん。はい、これ。すごい寝るな。ほんでな。こちらや。表に鏡がある。うおお、ギャリーさんかっこいい。鏡は丸いんだけどね。バラ手に持ってる。大丈夫、5回ぐらい見たらなんか鏡割れるとかそういうことない。ホラーゲームのやりすぎかな。私はその難しく美しい人に話して、なぜ彼女をそのままジャリさん好きやね。ジャリさんそういう本好きやね。何これ、なんかタイファイターみたいなの映ってるけど、決別嫌な絵ね。うわ、何、明かりが、なんだ、いるよ、そこにいてはいるわよ。あ、そうだ、ライターがあったの忘れてた。なんか悲鳴みたいな聞こえてる。お客様にお願い申し上げます。当館内は下記厳禁となっております。マッチ、ライターなどお持ち込みはご遠慮いただきますようお願いいたします。万が一館内でそれらの使用を発見した場合は、場合どうすんだよ。きついよね、本当に精神的に。やめろやめろって書いてある。燃やすぞお前。うー、バチ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 、なんかひこずって出た跡があるぞこれ。あ、いいわよね、セーブし。何かをして、こんなとこドアあったか。価値現金。こいつらの弱点はすなわち炎。よむやよむやだ。ぐるっと一周できるようになったわねって言われたから一応ぐるっと一周しとくか。あ、できない。あ、そっか、さっきあそこを封鎖しちゃったから。よむやよむや。うまい。あ、消えてる。今のところ同じ色の、今のところ同じ色のエリア内で解決。ずっと同じ色だったらヒントを求めてどこまでも探す。なんかそれフラグでは。わーお、イブちゃん強い。俺の体は鋼の肉体。あ、待って。ね、あなたもしかして美術館にいたしてないの。いや、こんなやつおらんかったけどな、俺が見た範囲で。私はギャリーで、こっちの子はイブっていうの。私たちも美術館にいたのに気づいたらこのわけわかんない場所に迷い込んじゃってて、わけわかんない、カチンプッツン来たでって言われるで。多分そうじゃない。私も、いや、でもこんな子おらんかったって。
外寝たくてそれで。あ、やっぱりねえ、よかったら私たちと一緒に来ない？え？女の子一人じゃ危ないな、ここ変な生き物とか結構な数いるの。変な生き物カチーン。だから一緒に行きましょう、みんなで行った方が心強いし。うん、行く。じゃあ決まりね。あ、名前なんていうの？メアリー。メアリー？ Welcome to メアリーワールド。よろしく、よろしく。仲間増えてください。仲間か？まだ知ってるんだけどね。争いの矛先。なんかちょっとずつね、嫌な雰囲気漂い出してるんだよね。でさ、あと、この行った先にさ、メアリーいたってことはさ、まあまあ知ってるんだけど。一体どちらが正しいのか。私というには、メアリーにバラ持ってない。待ってるよ、黄色いバラ。しかもってなくしたら誰かに出すのが危ない。わーい。イブのバラは赤色なんだね。私のバラは黄色だよ。黄色してるんだけど、ピンクもしてない。あと青もギャリー、危ない。君のバラは、嫉妬深き花。鍵がいる。わー、ウサちゃんだ。深海。あまりにも精神が冷えする。そのうち幻覚が見え始め、最後は壊れちまうだろう。そして厄介なことに自身が壊れてることを自覚。そうなんだよね。そうなんだよね。心が壊れてると自分じゃ分かんなかったりするからね。この間、部屋で何て言うか君悪いの。え、そっから可愛いと思ってた。え、どこが可愛いのよ。分からない。割れたぞー。武蔵の鍵。おお。危ない。根から離れて。イブ危ない。これでギャリーとイブを二つに分断したぞ。ああ、びっくりした。棒読み。怪我がないからよかった。でもこれ邪魔でそっちに行けないんだけど。おったりも無理そうね。この落ちたじゃあどうしましょう。ネイブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵で、そこの部屋入れるんじゃない？もしかしたらその部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ。ねえ、見てきていいよね。二人だけで大丈夫かしら。大丈夫よね。いや、分からない方がいいと思う。なんでそこまで来れば大丈夫だよ。他に方法もつかないし。別行動ダメだよ。すごい、なんかね、メアリー喋れるんだ。いや、もう。なんか、メアリーってなんか、メアリーってなんかちょっと、なんか、メンヘラな感じをするんだけど、よく分からないものデッサンがある。それは誰かが座ってるからでは。あ、パレットナイフ。やればできる。諦めるな。じゃあ、でもこれ。いやいや、いや。な。ちょ、それ、とりあえず落ち着こう。それまず置こうか。置いて話をしよう。いや、基盤だけど、よし。よかった、その、ギャリンとか戻るか。おお、その面滅はやだ。あー、びっくりしたー。あれ、扉が中細部押すよ。せーの、メアリーちゃん力入れてる。出なくなっちゃった。ボールいっぱいになったらライオンの口に入ったりするんだよ。うおっとっとっと、なんだイブ、君に楽しんでほしいから、大人のいない楽しい世界へ。落下した星。ピエロ。鼻が飛び出してる。ほら。取れちゃった。くっついたよ。ポトッと落ちてきそう。なんだ。一緒に行こうよ。お友達も、お友達？お友達？その絵調べてねえよ。ブランコの絵がある。ちょっと待って、その絵調べてねえぞ。
ピエロ。なんか上に紐がついてるな。紐がついてて、右左から1、2、3、違う、左から2番目、そうか、左右反転してないから右から2番目か。で、だいぶ、ジェルどうしてるかな、置いてっちゃったけど、で、これでジャリーさんルートになるわけね。